はようございます、さすらいぼうずでございます。今メルボルンに来ておりまして、ゲストハウスの一緒の住人のですねレチ君がですねメルボルンでねバスカーとしてね生きてはるんですわ。どんぐらいバスカーやってるんですか？今月で4ヶ月目か。でしかもバスカーとしてしか生きてないっていうね、バスカーの一日を密着取材させてもらおう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うぃー。朝いつもコーヒー飲むんですか？毎日、これは欠かせないものです。朝いつ夜、朝いつ夜、贅沢ですねちなみに今日土曜日なんですけど、はい、何曜日が一番儲かるの？一般論としては金曜日、土曜日。時間帯は金曜日は夕方以降、メルボルンは金曜日は11時以降はバスキング禁止なんです。ただね、土曜日は昼間儲かる時もあれば、夜アホみたいに儲かる時もある。ただいまなんですが12時に今出発か。そうなん、何が？アウトです。ダメ？いや、負けてはいられねえ。だからやめるわけいかねえ。これ桜ね。桜だ。すげえ、そういう許可証もあるんだ。すごっ。かっこいいじゃん。どうすか調子は？さっきの10倍ぐらいのペース。もうちょっとやるっしょ。5時までやります。お疲れ様です。どうすか？今1時間ぐらいか。5ドル。1時間で5ドル。どうするんですかこれから？ベンチがなくなるまでやるしかないでしょうね。ここであと30分しか持たないのに。電池は死にました。1時から何時？7時ぐらいまで。今日は全体でいくらだったんですか？今日は38。38ドル。いや、せっかく誕生日なんでなんかいいものってこれパクって帰ったらそれ警察も動きますけど。あ、それはそう、ちょっと様子見てる。多分結構もう来るはずなんですけど。もう来ちゃう。219。さっき220だった気がするかも。210。さあレチ君、今キロに立ってますが、はい、今もう9時ですね。いや、まあ命はこんな感じなんですけど。なるほど。お疲れ様でした。お疲れ様です。バスキングの魅力って何ですか？魅力もクソも僕はこれしかできないから知ってるまでですよ。なるほどなるほど。